ほんでこうやってバーンってやったらものすごいほんまに怖いですよ、うん、結構だから構えるんです。いやいやカレンダー持ってカレンダーで撃退できますいやゴキブリじゃないですからね。打ちどころで結構、いや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 なあ、ゴキブリぐらいしか無理やんな。そうですね、これがまたゴキブリなんか見た日には倒れますよ、うん、私ものすごい怖い。一人暮らしで誰もねやってくれないから、もう掃除機で追いかけますかね。もうなかなかアグレッシブですねあれでも掃除機で吸っちゃったら中でずっと生きてるんですよ。そうそうです、ね、絶対嘘ですじゃん。ほんま、ほんでそれもしね卵でも産んでるやん、中からバーン。いやダメですよ。いやいやほんまヤモリとかもですか。ヤモリ掃除機でやるんですか。ちっちゃいヤモリね、ええ、前ほんまに怖かったんですけど、コソ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 するんですよ。で何やろうと思って起きたらこんなちっちゃいんですよ。つかめそうなんやけどもうそいつがガーってもう走り回るとねつかまれへんのですわ。ほんで夜中にこいつほんまにこれ見つけたらあんまりって掃除機でずっと構えてたんですよ、ボコンって吸うたんですよ、ボコン言って、はい、ボコンって吸うたんです、うん、ほんで見たらねへばりついてたんですよ、うん、ほんでうなれって言って、ほんでまたスイッチ入れてガーってだいぶあの干し上げたったんですよなるほど、あのサイクロンの風で干し上げた全国ネットの番組でなかなか干し上げたったんですよって恐ろしい。サイクロンで押し上げて、はい、押し上げたんですよ。中へ船も包んどいたらもう何もないし、うん、もう多分入っていったと思うんですよゴミの中に。そんなんでも生きてるんですかね。いやヤモリは生命力はちょっとゴキブリとはちゃうでしょうね。もうあかん、あんなん見たらもうやっぱり一人暮らしはね誰も取ってくれませんから。はいね、さあ友近、はい、ウォシュレットの時自分で動くってどういうことやん。これまあ一人暮らしやからっていうわけでもないのかもしれないんですけど、あのまあ、ウォシュレットのその角度があのドンピシャなところがなかったりすると、うん、自分でもう気持ちいいところまで動くという自分でねこうこうすんの。そうですね、ちょうどのとこ、まあ、どっちかというとこうですよ。だからあの寛平さんのおばちゃん寛平さんは